皆さんは日の丸を背負う侍の中に大きすぎる逆境を超えて戦うプレイヤーがいることをご存知でしょうか。その男は幼少期ドラッグに囲まれた生活を強いられ、さらには自宅を燃やされ家族をも失いました。そんな状況に置かれてもこの男は底抜けの明るさと絶え間ない努力で運命を変えてきました。彼の周りに取り付いた悲しみの愛は徐々に姿を変え、慈しみの愛へと変わっていくのでした。その男の名はアイラ・ブラウン。